高校生の頃かな、私が高校生の頃に、女子からですね、高校球児のサインをいただいたことがあります。はい、なんかね、普通にクラスにいて、なんか女子がね、ある、まあ、知り合いの喋ったことあるような女子が、まあ話しかけてきて、何かなと思ったらサインあげるっていうわけ。何のサインかなと思ったら高校球児のサイン。どんなサインかっていうとね、サインの色紙にその高校球児の名前が書いてありまして、でその横にですね、その高校球児の、写真ですね、まあユニフォーム姿の写真が貼ってあって、要するにその高校球児のファンにあげるような、そういうサインをもらいました。うん、で私もさ、あんまり高校野球その時見てなかったし、その高校球児の名前見ても誰か分かんなかったし、有名なのかもよく分からないし、いらないっていうふうに言おうかなと思ったんだよね。だけどその女子の顔を見てるとですね、当然欲しいわよねみたいな、そういう雰囲気を顔全体から出してるわけね。だからまあね、そこで断ると波風が立ちますんで、一応もらいました。うん、別にね、そんなに欲しくはないんだけども、もらえちゃいましたね。はい、だから今考えるとね、その女子はなぜ色紙を、野球の色紙を、野球の高校野球の色紙を私にくれたのか。はい、多分ね、多分ですけども、その女子の家がですね、その高校球児の家となんかつながりがあって、その向こうのお子さんがですね、高校球児、高校野球に出たんで、サイン色紙をもらったんだろうね。でみんなに配るからって言ってサイン色紙を大量にもらったんでしょう。はい、でそれをですね、さばききれなくなって私にくれたと。どうもそういうことなんじゃないかなと今では